諸大名の働きにより小田原の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると、天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼続は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は、諸大名に上杉討伐を号令し、会津へと出征した。その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵。秀吉恩子の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。真田の将、第二次上田城の戦い。今ならまだ間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。いいな。私との婚姻が雪村と袂を分かつ理由の一つなら離縁してください。三成や雪村と組み、家康様と戦うか、私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。稲のことがなくても私は徳川方についただろう。人は弟や友を捨て保身に走る卑怯者と蔑むだろうがな。信行様、すまないな、こんなことになってしまった。詫びなど惜しくありません。ついてこいと、ただそうおっしゃってください。稲は真田の人間、信行様の妻なのですから。誰だ。どうもおかしいと思っていたがね。持って何年ってとこかな。消えよ。主を思うなら養生することだ。戦になんか出りゃ命を縮めるだけさ。ま、言っても聞きゃしないだろうがね。この大軍を前に抗うとは虎尺な。無駄陥落の法を関ヶ原への手土産としてやる。上田城を攻めるならこの雪村を撃ってからにせよ。雪村、砥石城背後を取られてまずい。砥石城を落とす。正行様、任務は果たしましたぞ。父、何を企むのか。雪村様がやられては勝ち目はない。軍に寝返るぞ。道軍を城内に引き入れろ。開門。よし、
内容者が出たか。もはや城は落ちたも同じ。全軍突き進め。真田家臣が寝返ったこと、これは策だ。みんな城に近づいてはいけない。父上のこと、大手門に罠があるかもしれない。急ぎ止めれば信玄中の味方が。卑怯なり、この手で打ち果たしてくれる。秀忠様、お戻りください。かかったな、バカめが。我らが正幸様、雪村様を裏切ろうものか。三成殿との約定のため、東軍はこの雪村が止める。罠は防がれた。この雰囲気、よく全員死が敵将、討ち取ったり。共に戦ってきた家臣と戦わねばならない。初めて家康様と戦った三方ヶ原を思い出す。あの覚悟は私もせねばならない。信行、この城の攻め敵は知っている。敵に回るならばその際父に示してみせよ。徳川の子だるきを守るか。だが本陣が手薄とは爪が甘いわ。さすがは父上。秀忠様、恐れながらこれ以上の戦は。でも真田に腐敗を舐めさせられるか。関ヶ原へ兵を進めるため、まず撤退路へ引く。勝利条件変更。おい、引き際はわきまえておったか。さだ逃しはせん。秀忠を攻め立てよ。もう逃げらんないわよ。覚悟はいい。私も参ります。ゲンマ、ナガト、トネリ、行くぞ。開門。上下に行って承知。鉄砲隊を伏せてたか。厄介なエレン。出方様の隊、余裕が広く。
けたと思えば。真田の戦だ。その真田の名を守るのは私の役目。あとはお任せください。そこを曲げて、命ばかりはなりませぬな。雪村は関ヶ原へ向かう秀忠様の軍を足止めし、地産せしめた。
生かしておいては戦場で死んでいった者に示しがつきません。うん、どうか真田の地、ここで絶やさねば禍根となりましょう。ならば我が娘、我が婿も殺せと仰せか。拙者からも願い申す。お聞き入れくださらねば殿と一戦交えることになりまする。真田幸村、良き家族を持った者よ。幸村を許す。家を守るため生きるか、まこと重きによな。ここに天下太平はなった。長き忍び働き、大義であった。今はしばし休め、半蔵。太平か、奴の息がある限り幻に過ぎぬ。我が肉体朽ちる前に奴を闇に滅す。雪村様、これうちの畑で採れたの。初物だからぜひ雪村様にって。おっ母が。ありがとう、いつもすまない。雪村様はすごく強いお侍さんなんでしょ。私の兄さんより強い。さあどうだろう。さっきがどうしたの。いやもう平気だ。ここは風が冷たい。部屋に入ろう。時間切れか。命拾いしたな、雪村。肉体は朽ちる。人ならば逃れ得ぬ宿命よ。されど影は不滅。